ジェームズ・ルイス・マッカートニーは、イギリスのシンガーソングライター、ロンドン在住、ビートルズのメンバーであったポール・マッカートニーと、その最初の妻で、写真家、動物の権利運動家のリンダー・マッカートニーとの間に、生まれた長男。ジェームズは、フレーミング・パイや、ドライビング・レインなど、父ポールのソロアルバムの一部に、ギターやドラムで参加しており、少数ながら、曲の共作もしている。 フレーミングパイでは、ヘブン・オン・ア・サンデーで、ジェームズのギターソロが聴かれ、ドライビング・レインには、父との共作、スピニング・オン・アン・アクシス、バック・イン・ザ・サンシャイン・アゲイが収録され、ジェームズは、前者で、パーカッション、後者でギターを演奏している。ジェームズは、母、リンダーの死後に発表された彼女のソロアルバム、ワイド・プレイリーでも、リード・ギターを演奏している。2005年には、 ポールの全米ツアー、ザ・ US ツアーに参加した。2009年11月14日、アイオワ州、フェアフィールドのフェアフィールドアーツコンベンションセンターで開催されたイベント、第4回世界平和と瞑想のためのデビットリンチウィークエンドでアメリカデビューを果たした。ソロデビュー EP、アベーラブルライトを2010年9月21日に発売。これはソロパフォーマーとしても、 ソングライターとしても、ジェームズにとって最初の公式発売となった作品である。EP には自作曲4曲と、ニール・ヤングをカバーした、オールドマンが収録されている。ジェームズは、作曲のほか、エレクトリックギター、アコースティックギター、マンドリン、ピアノ、ベースを演奏している。この EP のプロデュースは、デビッド・カーンとポール・マッカートニーで、録音は1年をかけて、サセックス、 ロンドン、ニューヨークで行われた。ジェームズは、この作品について、ビートルズ、ニルバーナ、ザ・キュアー、PJ、ハーベイ、レディオヘッドなど、あらゆる良い音楽にインスパイアされた音楽だ。基本的にはロックンロールで、クリーンなサウンド、ボーカルものだ。歌詞は、霊的なこと、愛、家族、自分の人生の生き方とか、いろいろなことを歌ってる。と述べている。 2010年2月から3月にかけての初の英国ツアー中にジェームズはアベイラブルライトからの曲をネットで視聴できるようにした。ジェームズは1977年にロンドンで生まれた。名前は父方の祖父ジム・マッカートニーと父の本名ジェームズ・ポール・マッカートニー、そして母方の祖母で一族の資産を受け継いだ資産家であったルイーズ・リンダーにちなんで名付けられた。 生まれてすぐから2歳半になるまで当時ウィングスを組んで世界各地をツアーしていた両親と共に移動し続けた。1980年にバンドが解散するとマッカートニー一家はイーストサセックス州のライに落ち着いた。ジェームズは地元の公立小学校へ通いやはり地元の総合中等学校で学んだ。1989年ジェームズは 二人の姉メアリーとステラと共に両親のワールドツアーに同行することになり、旅の途上では家庭教師から教育を受けることになった。1993年16歳の誕生日の祝いの途中でジェームズは友人たちと海に泳ぎに行った。ところが天気が急変しジェームズは沖合に流されてしまう。家族が大急ぎで現場に向かう騒ぎになったが、ジェームズは 無事に戻ってくることができた。1998年4月17日、アリゾナ州通村で母リンダが1995年に発症した乳がんで死去した時には、ジェームズは姉たちや父と共にその臨終に立ち会った。この年、遅く、ジェームズはイーストエセックス州の自宅に近いシックスホームカレッジであるボックスヒルカレッジを修了し、芸術の A レベルを取得した。 1999年、ファッションデザイナーである姉、ステラの母、リンダの死後では、初めてのファッションショーに姿を現し、母に代わって、父ポールの隣の席に着いた。1995年、ジェームズは、姉メアリーに、後に彼女と結婚することになった、テレビプロデューサー、アリステア・ドナルドを紹介した。ジェームズには5人の甥いと1人の命がいる。 メアリーの三人の息子たち、アーサー・アディステア・ドナルド、エディオット・ドナルド、サム・アブドと、ステラの息子、ミラー・アラステ・ヒーや、ジェームズ・ウィリス、娘、ベイリー・リンダ・オルウェン・ウィリス、息子、ベケット・ロバートリー・ウィリス。ファッションデザイナーである姉、ステラや、写真家である姉メアリーとは異なり、ジェームズは、公の場にあまり現れない生活をしており、この点では、イフ姉のヘザー・マッカートニーに似ている。 父ポールとその二番目の妻、ヘザー・ミルズの間の娘、ベアトリー・チェミリー・マッカートニーは、年の離れた、イボイモートである。1999年、ジェームズは、純菜食主義者として、ウィスコンシン州の州知事に書簡を送り、牛乳は、子牛が飲むものであって人間が飲むべきものではないと述べ、畜産展示会の主催者が牛乳を販売するのを、差し止めるよう求めた。ありがとうございます。